を見てほしいなと思います。で次3つ目のシーンはこういうやつですね。これなんか綺麗なんですけれども、こういうふうに動かせるんですけれども、こうするとですね、なんかどっかで見たような中学校の教科書が出てくるんですね。で最後はですね、最後というやつ目が3次元の磁場ということで、これですね、下から見たりとかですね、横から見たりとか、こういう感じで磁石の周り、さっきは皆さん全然見えないままやってましたけれど、磁石の周りの世界が見えるというものを体験しています。で最後はですね、